8月29日日曜日、2時5分です。8月最後の日曜日、天気いいです。林崎松江海岸という駅にやってきました。小さな駅、歩いて5分ぐらいでしょうか。海岸はまだ見えませんが、いかにも海水浴場の入り口という感じです。着いた、海だ。海水浴場だ。出てましたけど、水はとても綺麗です。シュノーケリングしている人がいるんで、魚が結構いるのかな。あ、Bさんと海パンを持ってくるべきだったね。ここに来て間もなく2時間半ぐらいになります。4時半、になって、やっぱり日差しも弱まってきました。さっきも足だけつけてましたが、波につけてましたが、そろそろ乾いてきたので、間もなく靴を履いて帰ろうと思います。夏の最後の一日、今年は1回だけしか海に来れませんでしたが、それでも一日1回だけでも来れたこと、本当に良かった。海水パンツ持ってきて、泳げればなお良かった。やっぱり必ず海パンとビーチサンダルは持ってこないといけない。明石駅前のウォンタナというところです。明石焼きを食べてみるかどうか迷ってます。もう夕方5時半なので、かなりの店が閉まってます。